ご視聴ありがとうございます。動画の下の3人です、今回の動画はですね、ショーエル FLH の、クラッチの清掃ということなんですけども、早速ですね、プライマリーのドレンボルトを外すところから動画始まっております。プライマリーチェーン潤滑のためのエンジンオイルが少量なんですけども、このようにプライマリーの底には、止まっております。オイルが抜けたところで、プライマリーカバーを外します。すでにですね、マフラー、シフトペダル、ステップボードがすで、に取り外されている状態となっています。ボルトが抜けたところで、プライマリーカバーを外します。ガスケットでへばりついているので、ね、ちょっとこうこじるとパコッと外れます。ご開帳です。異変がないかちょっと緊張する一瞬ですね。今、ここに見えているこの動画車なんですけど、これはセルモーターのところの、動画車ですね。取り外したプライマリーカバーをよく観察します。観察するポイントとしては、やはり何といっても、この不自然な鉄粉ですね。銀色の鉄粉が出ていないかというところだと思います。今、ここに見えるこの黒いのですね、このスラッジ。これがクラッチのスラッジです。プライマリーの各パーツもですね、異常がないかよく確認します。この辺りはですね、特に汚れる要素がないので、綺麗な状態を保っております。このインナープライマリーの底にもですね、鉄粉が溜まっていないかよく見ます。ここにもしね、鉄粉が溜まっていた場合ですね、先に異音ですね、音がして、異常に気づくと思います。何か削れてここに鉄粉が出ますので、先に音が出るはずです。それではいよいよクラッチを分解していきますが、まずですね、このスプリングプレート、この隙間をですね、物差しなので、先に寸法をですね、確認しておきます。寸法の確認ができたら、アザスタースクリューのロックナットを外します。しかし、ビジュアルからしてこう、古典的なクラッチですよね。はい、ロックナットが外れたところで、このワッシャーの出番ですね。今使っているこのワッシャーはホームセンターで確か1枚数十円で購入したものだと思います。このワッシャーはなくても作業はできるんですけども、やはりあった方が作業効率はいいですね。ワッシャーをですね、この外したロックナットで、軽く締め付けます。このスプリングのロックナットのテンションがちょっと抜けるぐらいまで締めると良いですね。はい、スプリングのロックナットを、外していきます。今ですね、このワッシャーにこのスプリングのテンションがかかっている状態になっています。3つのロックナットが外れたところで、プレッシャープレートを、クラッチのスプリングごとですね、こっそりと外してあります。クラッチプレートをこっそりと取り外します。この取り外したクラッチプレートをですね、この保管する際にですね、向きだったり、順番がバラバラにならないように気をつけます。まだ数枚そこにへばりついてますね。クラッチのスラッジなどでですね、こうちょっとへばりつく感じになって、そこに残ったりします。はい、これで全部取れました。クラッチのアウターにはですね、このようにクラッチのスラッジが、溜まっております。このスラッジが原因でクラッチが切れなくなり、ショベルは定期的な清掃が必要となっています。この車両の場合は、だいたい8000キロから9000キロぐらいの間で清掃が必要となっています。パーツクリーナーを使用して洗浄していきます。今回の作業でですね、このパーツクリーナー1本丸々使いました。で、このポールにですね、この段付きがひどくなると、クラッチの切れが悪くなるとかよく言われるんですけども、この車両に関してはもうガタガタなんですけど、クラッチの切れには影響しないですね。クラッチプレートを、パーツクリーナーを使って、洗浄していきます。このショベルはですね、本来乾式クラッチなんですけども、プライマリーチェーン潤滑のためにエンジンオイルがポタポタと、プライマリーチェーンを潤滑してまして、そのオイルがですね、プライマリーケース内でこうミスト状になって、充満して、このクラッチのプレートなどに付着してしまうということですね。それでこうねっとりした感じのスラッジになってしまって、クラッチの切れが悪くなってしまうと、そういうことなんですね。高年式の一部のショベルを除いて、ほとんどのショベルがこのクラッチ清掃という作業から逃れることができない宿命です。
クラッチが切れなくなってくると、まずニュートラルに入りにくい、でギアが入りにくいなどの症状が出ますので、すぐにですねこの清掃のタイミングなどとかいうのは分かると思います。はい、それでは、清掃したクラッチプレートを、元通り組んでいきます。クラッチの向きや方向ですね、順番などですねっていうのは最初に分解した通り、そのまんま逆に組んでいく、組んでいきます。特にこのスチールプレートに関しましては、アウトというふうに刻印が入っているぐらいなんでね、これ向き間違えると大変なことになるんだと思います。実際どうなのかっていうのはちょっと間違えたことないのでわからないんですけども、この向き間違えないように気をつけます。はい、クラッチプレートがすべて入りました。今この状態がクラッチが切れている状態ですね。この状態ですとメインシャフトが簡単に回るんですが、指1本で押さえるとこうメインシャフトの回転が止まるんですね。これは駆動がかかっている状態ということです。これがこの状態が。で、指を離すとクラッチが切れて、押さえるとクラッチがつながって、また指を離すとクラッチが切れるということですね。力の伝達と切断をこのクラッチで担ってるんですね。よく考えたもんですよね。クラッチバンが入ったので、プレッシャープレートを取り付けていきます。クラッチスプリングのロックナットを3つですね、取り付けます。センターのロックナットと、ワッシャーを取り外します。するとですね、今この状態、これがクラッチつながっている状態ですね。先ほど指でクラッチプレートを押した状態がこの状態です。アジャスタースクリューのロックナットを取り付けます。プレッシャープレートの隙間を確認して、調整します。このロックナットを締めたり緩めたりして、この寸法ですね、最初に分解する前の寸法と、同じような寸法にするということですね。クラッチの遊びを調整して、このアジャストスクリューのロックナットを、締め付けます。このあたりはですね、ほとんどショベル乗っておられる方は皆さんも経験済みなんではないでしょうか。はい、一通りね作業が済んだところで、今これ反対側からキックを踏み下ろして、この一時伝達ですね、プライマリーの動きを、再現しているところなんですけども、クラッチがつながっている状態ですと、このメインシャフトまでくるくる回っていたのが、今これクラッチ切れている状態ですね。クラッチを切ってキックを下ろすと、クラッチのアウターが回転しないと、ここで動力が切断されているということになります。でクラッチをつなげると、このようにプライマリーチェーンが回転して、クラックから、ミッションまでの、力が伝達されているということになります。この伝達と切断という相反するこの動作をですね、クラッチ用になっているので、本当にこのよくできている機構だなぁと本当に感心します。しかもクラッチが滑るのは許されないことなんですけども、半クラッチが実現しているのがすごいですよね。はい、クラッチの仕事ぶりに、感謝と感心をしながら、プライマリーカバーを閉じていきます。でここのボルトはですね、すぐにネジ山が壊れてしまうので、締めすぎには十分に気をつけて、締め付けていきます。忘れずにドレンボルトも締めていきます。ここなんですけども、ドレンボルト最初に緩めなくてもね、出てくるオイル少ないので、ネジ山をこばすなどのリスクを考えると、もうここのドレンボルトを緩めない方がいいのかもしれません。無事作業が終了しました。最後までご視聴ありがとうございました。